親切な物理とは、渡辺久雄氏によって表された大学入試参考書。初版は1959年発行で、昭和後期以来、今まで難関大志望者を含む多くの受験生に愛されてきた。本書はかつて成林書院によって出版されていたが、平成初頭に絶版となってしまった。後2003年に復刻版が発行され、ネットで購入できるようになった。また、 復刻版は最新の改訂版である平成7年版としていて、復ッ .com から発売されている。本書は上下2巻に分かれており、上巻は力学、熱、月間は波、電磁技原子によって構成されている。なお、微積に関しては公式証明などには使われているものの、微積を用いる問題などは少ない。また、 現在指導要領にない完成モーメントについても記載がある。本書は非常に網羅的であり、問題も入試問題を用いた良い問題が記載されている。また、単位については、マキサ単位系を主に使用しているため、現在でも受験参考書、問題集として用いることができる。著者は、渡辺久夫で、物理初等教育の指導者、旧制彦根中学、京都二中、 京都学芸大学を歴任。課長短期大を歴任。学 TK、ありがとうございます。